おはようございます。シネマトグラファーの畑です。今日はダヴィンチリゾルブのディスプレイクオリファイアフォーカスという機能の説明をしたいと思います。写真の場合だとヒストグラムとか明るさの数値っていうのをビジュアル化するツールっていうのがいくつかあると思うんですけども、動画の場合はここにあるような波形モニターだとかベクトルスコープだとかそういったものを使います。これが波形モニターですね。でこれが色の方向性を確認するためのベクトルスコープっていうものがあります。でこの機能で何ができるかっていうと、例えばこの映像の中の肌色の部分、あとは窓外の明るい白の部分、髪の毛の暗く落ちているところの明るさがそれぞれどれぐらいなのかっていうのをピンポイントでスポット表示できるっていうような機能になってます。でそれをどうやって使うのか、手順としてはまずこの右下にあるスコープのセクションの設定の部分にディスプレイクオリファイアフォーカスという項目があります。ここをクリックしてオンにするとこの機能が有効になります。で使い方としてはこのプレビュー画面の左下にあるツールの選択のところでクオリファイアというツールを選択します。スポイトのマークがアイコンになっているツールですね。このスポイト選択ツールを選択して、まあ、例えば肌の明るい部分の明るさはどれぐらいだろうっていうふうにスポイト2のカーソルをですね、明るさを知りたい部分に合わせるとこういう感じで右に表示されている波形モニターにスポットで表示されます。この肌の明るい部分はこの明るさっていうのがスポット表示されているっていう状態ですね。これを窓外の白に当てるとこの部分が一番明るいってことがわかりますね。逆に暗いところで言うとこの服のところですね、この黒い服が例えば波形で言うと今 5% ぐらいってことがわかります。で顔の暗い部分の明るさは 35% ぐらい、髪の毛の一番黒いところも同じように 5% ぐらいみたいな感じで、明るさの値を数字で把握することができるようになります。であとはこれは今波形モニターで見てるんですけども、他にもいろいろスコープがあって、例えばパレード表示っていう RGB の色を別々に表示しているこういうモニター上でも同じようにスポットで表示ができるっていう感じになります。でさらに同じようにベクトルスコープっていう色の方向性を見るスコープですね、この上でも色の方向性っていうのがこうスポットで確認することができます。